はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、やっていきましょうということで、今日も、あんまり再生回数が回らないけれども、ひたすら言い続けようということで、みんな統一地方選挙に行こうはい、ということになるわけなんですけれども、いつも言ってる通りなんですが、他党への批判であったり、他党への要するに、当選ですね、他党の候補者とかとは、どの党の候補者ですね、どの党の候補者とかに関しての当選の、呼びかけであったりとか落選の呼びかけであったりということは私は一切加担しませんので、まあ、コメント欄でもそのようにしていただけると私は幸いです。別にまあ皆さんが書くことに止めはしませんが、はい、ただ私からの印象値は最悪になるということですね、はい、だからどこどこ党とかどこどこの人とかを特定の要するに人とか、政党に関してとやかく言うというのは私はお勧めはしませんよという、まあ、公示日、選挙日、選挙期間中ですということだね、はい。なので、今日は統一地方選挙に行こうのコーナーなんですけれども、まあ、最近減ったかなとは思うんですけど、他人の投票にも敬意を払うべきじゃないかなというふうには思います。はい。ということになります。はい。今日のテーマはこちらで、ダイバーシティと多様性だろうね。お前、いつからリベラルになったんだとか、またわけのわかんないこと言われるかもしれないけど、はい。まあ、リベラルなんですけどね、別に。はい。リベラルなんですけどね、考え方自体は。はい。ただ、リベラルじゃないのか、リベラルっていうか、まあ別に保守でもあるし、リベラルでもあるよって、全部全部保守になってるわけでもないし、全部全部リベラルなわけでもないんですけど、私の場合ね。はい。なんですけど、まあ、今日言うことは、実は私のフォロワーには少ないですね。はい。私のフォロワーには少ないですね。はい。各候補者の要するに陣営とか、各候補者の要するにどういうふうに動いてるのかなっていうのをツイッターで検索すると、なんでこんなにひどい言論がまかり通ってんだっていう感じになってるんですけど、私のフォロワーには実は少ない現象ですね。はい、私も後で気づいて、なんでこんなに汚い言葉をみんな言ってんだろうみたいなね。はい、話になってくるんですけれども、はい、これ注意してください。これ言うとですね、どこどこ党の、どこどこ党の連中ですよねとか言う人いるんですけど、そう言ってるお前、まず我が振り直すっていうねそう言ってるお前やぞまずっていうやつ多いんですけど、はい、どこの党の人もそうです。で、自分がやってないっていうふうに思うのは私は理解ができません、はい、まず私も自分で動画撮ってるんですけど、俺も注意しとこうかと思ってますが、はい、まずそれをノンストップで来る人一体何なんっていう、その自分もこれやっちゃうよねっていうのがなんでみんなないんかなと思うんですけどね、はい、じゃあ順番に言いましょう。どこの党の人もそうです。はい、〇〇党に票入れるのおかしいとかね。〇〇に票入れるのおかしいとか。〇〇県の県民はバカだとかね。もうバカなぐらいだったらまだ許せるんですけど、放送禁止用語とか、脳みそが入ってないとか、なんか、意味わからんこと言う人いるんですけど、まあ少なくとも、まあこういう時に私は思うことなんですけど、まあ、〇〇県の県民は本当にバカなのかもしれないが、君以上、君とは関わりたいと思う人は多分誰もいないなっていうね。はい。いう感じになるんですけど、で、この手の発言はちょっとやめた方がいいんじゃないかなということになりますね。はい。これね、選挙終わった後ね、きちんと要するにできますかということになるんですね。はい。で、私もそれはね、当然ね、思うわけですよ。はい。私もそのなんか思った結果と違う結果が出てきたり、そうでもないけど、最近そうでもないけどね。最近はそうでもないですね。みんなちゃんと考えてやっぱ選挙行くようになったね、だいぶって思ってるぐらいですかね。昔はもうほんとひどかったですよ。昔はもうなんかテレビの報道次第によってなんか選挙結果ぐちゃぐちゃになるみたいなっていうのは結構あったんで、みんな一体何基準で入れてんのみたいな。そう。いう感じになったんで、そのなんかテレビが要するに力を持った時期っていうのが一時期あって、テレビが力を持つ前はテレビによって左右されたり、新聞によって左右されたりしなかったんですけど、一時期やっぱテレビがガーッと台頭した時は、テレビの結果によって要するに変わるっていうのは結構ありまして。はい。なので、なんでこんな結果になってんだろうとか思いながら、まあ学生時代だったんですね、その時代は。その時代はそうですね、学生の時だったんで、そんなに真剣には考えませんでしたが、〇〇党に票を入れるのおかしいとか、〇〇に票を入れるのおかしいとか、〇〇県の県民はバカだというのは、この手の発言は私やめた方がいいと思います。というのも、実はなんでこれをやめた方がいいよっていう話をしてるかっていう話になった場合に、民主主義を否定してることになるじゃないですか。わかります?その投票の結果を私は受け入れないっていう発言って、それってやるのってテロリストじゃないですか。暴力によって国家を転覆しようであったり、非合法な活動によってその選挙結果を転覆しようとするっていう話じゃないですか。で、選挙結果に関して受け入れませんっていうことを言う団体って結構やばい団体多いんですよね。はい。結構やばい団体が多いんですよ。
で、これは何かというと、国家そのものを破壊してしまおう、国家そのものを転覆させてしまおう、国家そのものをなくしてしまおうという勢力がよく使う手法であるし、よく使う手段の一つであるということになるんですね。じゃあこのやり方って何ですか？テロリストのやり方に近いんですよ。で、これを要するに容認するっていうのはちょっとまずいですよっていう話だ。ただ、皆さんの気持ちもわかります。だから、自分がせっかく応援したのになんで落ちちゃったんだろうっていうふうに思うのも気持ちは全然わかるんだけど、この発言やってるんだとしたら気をつけた方がいいですよと。それ自分がテロリストと同じような思考回路になってたりとか、テロリストと要するに同じような考え方を持ってしまってるっていう状態になってしまうので、非常に要するに危険な状態になってるということなんです。だから、正しくは、だから私はいつも言ってる通りなんですけど、選挙が終わりましたと。で、自分と思った結果が違いましたと。これあるんですよ。これ私も要するによく読み間違えるんですけど、江戸川区以外だったら大体読み間違えたりすると思いますね。はい。っていうのはなんでかって話なんですけど、要は国政の要するに結果と、特に統一地方選挙なんてまさにそうなんですけど、国政選挙の結果と統一地方選挙の結果がずれるっていうケースがあるんです。要は大体このぐらいパーセンテージの要するに数値があるわけなんだから、この数大体直近の要するに選挙と要は世論調査の結果でも、世論調査ちょっといじったりしてるんでわからないですけど、でこの選挙結果から見たらこの要するにところでこのぐらいの票数だからこういう結果になるね、でもこの地域なんか違う結果出てるよねっていうふうなケースって結構多いんですよ。それは歴史的にどういう地域だったかとか、その歴史的にどういう人が頑張ってきたかとかいうことがあったりとか、その背後にあるところであるとか、現在要するに国会議員で頑張っているどこどこの党の要するに人間が一生懸命頑張っているとかいうのが分かるんです。だから、まず、なんでこんな結果、投票結果になるんだろうって思うんだったら、その候補者の要するに状況とか、候補者がどうやって頑張ってきたかとか、どういった活動をやってきたかって、やっぱ見るべきだと思うんですね。で見たら、あ、そら受かるわな、というのがわかります。私だから、多分一番要するに、よく見ているところってどこかっていうと、共産党なんですね。その日本共産党ってよく言われるんですけど、自民党支持者なんですけど、多分一番日本共産党の、なんていうんですかね、区議会議員とか、いろいろ見てるんですけど、ああ、こういう、都議会議員とかね、はい、とか見てるんですね。はい。っていうふうな感じで、要するに見てるっていう話になるんですよ。で、まあ、立憲民主党も実は結構見てて、ああ、こういうふうにやってるのね、みたいな話になってるんですよ。じゃあ、その時に、前回よりもこの人票減らしてるねとか、前回よりもこの人は票増やしてるね。あ、この人票増やしてくるんだとか、いうふうなのを見た時に、どういった活動をやってきたか。はい。だから、どういった活動が受けてるのか。で、どういった活動が要するに逆にダメなのか。だから、逆も一緒で、じゃあ、自分が共産党や要するに立憲民主党の支持なんだとしたら、別に他の党を見ないんです。自民党を見て、要するに維新の党を見てっていうふうな話になるわけですね。はい。だから、そういうふうな感じで、まあ、NHK 党が嫌いです。でも NHK 党なんか知らんけど通ってきてるとかになったら、じゃあ NHK 党はどういうふうなことをこの人は頑張ってきたの？その人間にスポットを当てる。ね。もしくは数値にスポットを当ててやる。いや、このぐらいの票数はどこの都道府県でも取れるぐらいの NHK 党は力を持ってるよね。とか、はい。まあ、政治家女子48党でも要するに見たらいいと思うんです。僕は別にそれがいいと思ってる。はい。いやいや、なんか、政治家女子48とかになんか、票入れるんがなんか、バカばっかりだとか言って、なんか、言う人とかもいろんな人が多分いると思うんですけど、じゃあその結果になったのはなんでっていうのを考えてほしいです。これね、その結果になったのはなんでって話です。で、ここはこういうの、いや、どこどこ投入入れるのやつはバカばっかりなんだとかいうふうに言うかもしれないけど、じゃあバカは投票権ないんですかっていう。バカに刺さるように、話さなかった君たちの政党が悪いんじゃないんですか。いや、こんな政党、要するに応援してるのは貧乏人ばっかりだったら、貧乏人に刺さるように選挙をしたかったのはオタクの党じゃないんですかって。その通りですよね。そうですよね。そう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 、いや、こんな政党よっていうのは要するにオタクばっかりだっていう、別にオタクばっかりが投票に入れてて議員が選出されましたっていうんだったら、オタクたちはこういうふうな人で結束して、そこに人に票を入れましょうっていう行動を取ったわけじゃないですか。で、そういう結束を与えなきゃいけない事象を作ったのは誰ですかって、落ちた人たちなんじゃない、落ちた人たちのせいなんじゃないんですかとか、そういうふうにですね、考える要素って結構いろいろあるんです。勉強になる要素っていうね。はい。で、私が要するにこの選挙っていうのがなんで好きかっていうかっていうと、多様性があるから。ダイバーシティがあるから。はい。そういうことなんですね。だから統一地方選挙なんていうのはダイバーシティの塊だし、多様性の塊だと言ってるんです。そう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 。で、
いろんな江戸川区だったら江戸川区で40議席ぐらいあるはずなんですけど、40議席ぐらいあってですね、はい、まあ、自民党の人も当選します、ね、公明党の人も当選します、共産党の人も当選します、社民党はなかったかな、はい、な感じになったりとか、国民民主党であったりとか、維新の党であったりとか、NHK 党と参政党が要するに入ってくるかな、そこで。とか、他にも要するに、江戸川区でやってる要するに地域政党っていうのが例えばあったりしますっていう、それが要するにこう、ダーッと戦い合って、その選挙で要するに戦って、合格ライン、つまり、当選ラインを上回ってくる人、落選する人っていうのが決まります。いうふうなことをですね、まあ、ちゃんと見れるということですね。まあ、前回のなんか松戸に関してはちょっと見たんですかね。松戸の選挙かなんかの地方選挙見ましたけど、はい、あの表現の自由を守るんだって言って当選された方で、あれネットだけの選挙だけであんなに飛ばせるんやっていうのは私もびっくりしましたけど、はい、あのネットだけっていうわけではないと思いますが、そのね、活動内容とか見てたんですが、こうやってやってて、こういうふうにやってて、あ、こういう票集めの方したんだっていうような感じで見たんですけどね。はい、もちろん、要するに、あの、それ以外の、その逆の候補者ね、フェミニストの要するに団体とか見てましたけど、はい。で、それを要するに見て、あ、こういうことを支持する人たちは、こうだけの票数はあるんだね、とか、これだけの要するに人々がこういう思想に関しては、要するに、あの、賛同できるっていう人たちがいるんだねってことを、もう少し皆さんね、しっかり考えてほしいということです。はい。だから、やっぱりその、ダイバーシティだ、多様性だというのは簡単なんですけども、人間ってどうしても自分と違う考えの人ってどうも受け入れにくいらしいんですよ。私ちょっと特殊なのかもしれないですけど、私自分と意見違う人を見ても、そらそうやろ、他人やからな、と思っちゃうんですよ。で、自分と意見が違うんですよ。まあ、他人だから仕方ないでしょうっていうね。完全に一致するっていうのはまずありえないと思うんで、っていうふうな感じの考え方なので、はい。で、別にその他人と考え方が一致するということに対して、別に喜びも何も感じないんですよ。その、だから何っていう、俺は俺、お前はお前やなっていう考え方の人なんであれなんですけど、まあ、大事なのはダイバーシティで多様性だよってことです。だから、当選しました、落選しました、いろいろあると思うんですけど、当選した人には当選した内容にですね、理由がある。で、そういった人たちはどういったことを要するに主張して、どういうことを政策課題としてやってるのかっていうことは、やっぱりちゃんと見ておく必要性がありますよ。で、いうことになるわけですね。そのちゃんと見て、いろんな意見の人を見て、まあ要するに、あ、こういうふうに、あの、今回は決まったんだねっていうことを、まあ考えていってほしいなというふうに思います。はい。よろしいでしょうか。今日はちょっとレベル高めにしました。前回レベルをものすごい低くしたんで、はい。レベル高めに。はい。言うのは簡単ですよって私は言ってるんですよ。ダイバーシティだよ、多様性だよ、差別しちゃダメだよっていろんな考えの人いるんだよって言うのは簡単で。言うは簡単で。俺も要するに言うは簡単で。これ言ってるけどな。言うは簡単やけど、実行するのは難しいですよ。私はやっぱり自分とあんまり違う意見のこと言われたらカチンと来たりしますからね。それは当たり前ですよ。それは誰でもそうですということです。はい。ただ、それが要するに文明国の人間なんだったならば、文明国の人間足り得る選挙の要するに向かい方をしなきゃいけないし、結果に対してもそのような意見を述べるべきであってほしいなと先生は思いますということです。はい。違うよっていう人も別にいいんですよ。その違うよっていう意見の人も多様性なんですよ。あと先生、これはやってるけど、俺はそうは違うと、その熱さこそが大事なんだっていう。いや、もしそらふざけんなバカ野郎っていうその気持ちを、ま、前に出していくことによって、選挙投票率を上げていくのが大事なんやっていう。まあ、それもそれで別にいいと思いますけどね。はい。それもそれでいいと思いますけど。まあ、私もそういう部分がないわけではないので、はい。いうことです。よろしいでしょうか。はい。ということでね、間違ってもね、自分と投票結果が違うからとか言ってね、殴りに行くとかね、暴力行為を訴えるとか、はい、なんか自分と思った行為じゃないようになってきたら、暴力に訴えるとかいうことはやめましょうということです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。はい。家に帰ってくるまでが選挙です。